私はソ連に亡命する。どういうことなんだ。自分に忠を尽くした。お前はどうだ。国に忠を尽くすか、それとも私に忠を尽くすか。あれが世界に解き放たれれば、直ちに各地で火の手が上がるだろう。冷戦は終わり、全世界が灼熱の戦争で焼き尽くされる。一週間猶予があります。どうか身の潔白を証明してください。潔白？痛みを伴う潔白です。つまり全面核戦争を回避するには、例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなければならない。アメリカの手でザ・ボスを抹殺することが潔白の証明になる。潔白が証明されなければ、失敗すれば再び世界大戦が始まります。任務は人が下しているものじゃない。では誰が。時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。君はアメリカで生まれ育ったんだ。そうよ。小さな田舎町でね、他の国や異なる文化や考え方が存在するなんて思いもしなかった。何を知れば亡命を考える。宇宙を見た。私はまた新たな殺戮兵器を作る羽目になる。使われてはいけない兵器、存在してはいけない兵器を毎日開発している。お前、名前は。スネークだ。違う、そうじゃない。お互い蛇と山猫では示しがつかない。ザ・ボスとはどんな関係だったの。俺の親であり師匠だった。好きなの。そういう感情じゃない。嫌いなの。10年生死を共にした。とても言葉では言えない。私はソコロフのように亡命を考えたことなど一度もない。私はこの国が好きだ。この土地を愛しておる。私は宇宙からこの星を見た。そして全てを悟った。地球には国境などどこにもない。まして冷戦や東西の線引きなどどこにもない。かつて世界は一つだった。だが賢者たちの対立により世界は二つに分かたれた。我々はイサムを使い引き裂かれた世界を一つにする。生き残った者に後を継ぐ。生き残った者はボスの称号を受け継ぐ。お互いの忠を尽くせ。さあ来い。あなたたち二人が特別な関係なのは分かった。男女を超えたもっと深い私には分からない関係。でもあの人とは戦ってほしくない。私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。 For the day we see new life。ボスは二人もいらない。蛇は一人でいい。
お、サンライズスープレックス。